リバースクオームは、アメリカのミュージシャン。ロックバンドウィーザーのボーカルであり、楽曲の作詞、作曲を手掛ける。ロサンゼルス在住。影響を受けたアーティストは、ガンズローゼズ、キス、ピクシーズ等。1997年ニューヨーク州ニューヨーク出身、コネチカット州、ストアーズ育ち。イタリア、イングランド、ドイツの血を引いている。ニューヨークの病院で生まれ。 コネチカット州北東のヒンドゥー教のイントン所で育つ。イントン所がバージニア州のブルーリジザン脈沿いへ移転するとき、両親はコネチカットに残ることにした。そのため、リバースはそのままコネチカットで育ち、ストアーズのイーオー・スミス高校を卒業した。高校卒業後、プログレッシブメタルバンド、アバンギャルドを結成し、地元でライブを重ねる。ガンズローゼーズの影響で、 1989年3月に彼らの拠点地であるロサンゼルスへ移住したほどであった。ガンズに出会わなかったら今の僕はいないと語っており、2002年のサマーソニックでは憧れのアクセルローズと同じステージに立つことができ、喜びを隠せない様子だった。バンドの名前をズームへ変えるが、あえなく1990年春に解散。ロサンゼルスで一通りの音楽活動をした後、 1992年2月14日、ウィーザーを結成した。セカンドアルバム、ピンカートンでは、ジャケットに、歌川広重の東海道53時の一幕を使用するなど、非常な新日課である。2006年6月8日に、ハーバード大学を卒業。専攻は当初は音楽だったが、途中から英文学に転校。英文学士号を取得した。同大学を卒業後に、 ウィーザーのライブで知り合った日本人女性と結婚。数岡目を授かっている。夫人の実家がある熊本県に年に数度来日したり、熊本の夢た雲んで作曲をしたこともある。リバースの2008年のフェイバリットアルバムはパフュームのゲームである。2012年、かねてから親交のあったアリスターのスコット・マーフィーとスコットリバースを結成。 新日課の二人がオリジナルの日本語楽曲を制作。ホームリーガールのリリックビデオが公開されている。このビデオの文字は二人の手書き文字が採用されている。またスコットリバースとして2012年12月29日のラジオクレイジー2012年12月31日のカウントダウンジャパン12-13に出演した。カタカナ表記は 本人の希望により、リバースクをもとされるようになった。ありがとうございます。